ザ・ガーデンタワーズ。ザ・ガーデンタワーズは、東京都江東区大島1丁目にある超高層マンション。江東区大島1丁目にある超高層マンション。東側のサンライズタワーと西側のサンセットタワーの2棟から構成されるツインタワー。完成当時、江東区では最も高いマンションであり、下町方面での超高層ビル建設の先駆けとなった。ベージュを基調としたデザインとなっている。また、ツインタワーも当時としては珍しかった。漫画、GTO の12巻に芸能プロダクションがテナント入居する超高層ビルとして描かれている。ツインタワーでいずれも地上39階、地下2階建て高さ 134.3 メートル。敷地面積は 12,700 平方メートルと広大で、敷地の両端にツインタワーが建設され、両タワーの間は100メートル以上離れ、総合設計制度により公開空地が設けられている。二棟の間には庭園が整備されている。庭園はイーストガーデン、センターガーデン、ウエストガーデンの3つに分かれている。ザ・ガーデンタワーズの庭園は、江東区第8回街並み景観賞、ゆとりある広場を持つ地域の新しいシンボルを受賞している。施主は上東製鋼。施工は大成建設、販売は三井不動産販売、三菱実証住宅販売、日本信託銀行不動産部、管理は東急コミュニティ。鉄筋コンクリート作り。地盤沈下や液状化対策のため地下50メートルの強固な砂礫層へ41本の杭を到達させている。柱には高強度コンクリート、高強度太形鉄筋。高強度異形 PC 工房を組み合わせた耐震フレームを採用している。建物を円形状にすることで強風による横揺れを抑える構造になっている。財団法人日本建築センター構想建築物構造評価委員会の認定を取得している。倉庫数470個、駐車場471台、自転車置き場472台、バイク24台、エレベーターは各タワー3基設置されている。共用施設は、スポーツドーム、ゲストルーム、マルチプルホール、集会室、レンタルルームを備えている。GTO12 巻。講談社。街並み景観賞。江東区。2020年12月6日閲覧。ザ・ガーデンタワーズ販売センター。ザ・ガーデンタワーズ募集パンフレット。ザ・ガーデンタワーズ募集パンフレット。ありがとうございます。